天候に恵まれた5月4日5日の2日間豊橋アートフェスティバル2023大道芸 in 豊橋が開催されました。4年ぶりに野外で行われたこのイベント、歩行者天国となった広小路通りをはじめ、ほの国豊橋芸術劇場プラットや豊橋駅南口駅前広場など合わせて9つの会場で開催され、2日間で2万人以上の観客が豊橋の街中に集まりました。この豊橋アートフェスティバルは、ほの国豊橋芸術劇場プラットが開館するにあたり、劇場の楽しさ、ワクワク感を街中に広げようと始まったもので、今回で12回目の開催となりました。19組の団体個人のパフォーマーが参加し、ダンスやパントマイム、歌など多種多彩な大道芸が披露され、集まった観客を魅了しました。中でも大ヒットドラマのオープニング曲でおなじみの姉妹ユニットチャランポランタンが登場すると、多くの観客が集まり、街角はライブ会場さながらの盛り上がりを見せていました。他にも12回連続出演のパントマイムアーティスト加納真美さんのパフォーマンスが披露されると、会場からは笑いや拍手が沸き起こり、来場者は独特な世界観に引き込まれていました。毎年大人気の中国雑技芸術団、今年もハラハラドキドキする椅子を使ったスリル満点の見事なアクロバット演技で集まった人たちの目を引きつけていました。また同時開催でゴールデンウィークに行うのは4年ぶりとなった広小路通りの歩行者天国、キッチンカーも並び、来場者は青空の下おいしいグルメを食べながら大道芸パフォーマンスを楽しみました。すごいちょうど天気も良くて、ちょうどいい気温で、最高に楽しいです。なんかすごい上手だった。毎年ゴールデンウィークに来てたんですけど、何年かぶりですよね。ちょうどダンスの方たちを見た時にすごい魅了されてた姿をもう一度見たくて来ました。どうでした？お子さんたち魅了されてました？そうですね、魅了されてて楽しそうでした。とても楽しいですよ。スケさんのシューが面白かったです。ダンスとかが面白かったです。ファニーボーンズさん、はい、初めて見ました。楽しかったです。はい、とても楽しいです。やっぱりフラメンコ良かったですね。はい、目の前で見れてすごい迫力もあって良かったです。4年ぶりの外での実施で、本当に普段劇場には来ないような小さいお子様連れの家族とかですね、あとはご年配の方とかたくさんお越しいただいて、芸人さんを目の前にして驚いたりとか感動したりとかしていて、本当に見ている私たちの方も感動いたしました。で、大道芸人も皆さんもですね、やっぱステージ上でやるのではなくて、お客様と同じフロアでですね、芸を目の前で見せるっていうことにとっても喜びを見出しておりました。このフェスが始まってもう12年になりますので、だん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 会場も増えてきて、お客さんも増えてきて、ぐんぐん成長しています。今年も街中広場という新しい会場ができましたし、ここから先またもっともっとこのフェスが成長していけるといいなと思っておりますので、ぜひ皆さんたくさん誘って来年も遊びに来てください。さて、今回の豊橋ナウはいかがでしたか？次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。